ど、なんか変。ミラかもしれないからね。ミラ？ここに次元の裂け目があったよな。シェルが消えた時になくなっちゃった。もともと存在しなかったのかもな。考えてみろよ、ここじゃジランドがエレンピオスで暮らしてたんだぜ。ありえるね。ここはまだシェルがあって次元の裂け目が開いていない。つまりエレンピオスとリーザマクシアが別れたままの分子世界かもってことか。本当にわかってる？まだどこかにマクスウェルが。長い髪の精霊？あちらもこうであれば、彼の地へ手出しできないのだな。彼の地？それって、カナンの地のこと？エル！エドガー！フルスニックの一族、飽きもせず鍵を求めて分子世界を探り回っているのか。何様だよお前。我はカナンの地の番人、大精霊クロノス。貴様らも時空の狭間に飛ばしてやろう。人間に組みするあの女マクスウェルと同じようにな。マクスウェル？マノはどういうこと？落ち着いて、シュート。でも無駄だ。それでも答えてもらうよ。ローハレンザーフルパーク。だよな。泣くぐれ。一人で飛ばしすぎだって。ごめん。これが主。皆さん。汚れてしまった。聞いてない。みたい。ユリウスさん。暗殺者。時計を、お前の。逃げるが勝ちだぜ。見るも、待って。運が良かったな。ここって。
また次元が裂けたんだ。エルたちは？エルなら心配ないよ。アルビンがついてたし、きっとみんなも近くに飛んでるはずだ。ですよね。アルビンって案外頼りになるし。案外はひどくない。もう大丈夫だよ。うん、もちろん。麓にニアケリアって村があるんだ。そこに行けばみんなの情報がつかめるかも。この辺りは私たちの聖域よ。部外者は立ち去りなさい。待って。今の分子世界のミラですよね。とにかくニアケリアに行ってみようね。でもさ、ルドガーが変身できないと私たちもう聖世界に帰れないんじゃ。ルドガー、まったく心配させないでよ。全然無事みたいね。何かあったんですか？ミラと会ったの、分子世界の。ミラさん、マジかよ。分子対策室です。対応中の分子世界の座標偏差を解析した結果、カナンの道しるべの存在確率が高と判定されました。道しるべを発見した場合、その回収は最優先事項となります。一か八かだったが、うまくいったな。道しるべ？新進度の分子世界に点在するカナンの知恵の手がかりです。タイムファクターと同化しているはずです。あとは俺に任せろ。時計を渡すんだ、ルドガー。何してるのか教えるのが先だろ、兄さん。オリジンの審判、知らなくていい。今ならまだ戻れる。これはエルのパパの。君のじゃない。パパのって言ってるでしょ。パパのでもない。パパとルドガーの時計が一つになったんだから。やはりこの子がか。騒がしいわね。親子喧嘩ならよそでやって。あなた誰？馴れ馴れしく呼び捨てにしないで。
腹が空いてるの？おいで、何か食べさせてあげる。待って、ルル！追いかけよ、ルドガー。彼女がタイムファクターかも。行こうぜ、お兄さん。気遣いは無用だ。気遣いっつうか、オタク、さっきエルを切ろうとしたろ。そんな危ないやつ放置できないっての。どうも信用されないな。遅いよ、じゃねえだろ。心配させるなって。ごめんなさい。エル、美味しそうなの食べてるな。ミラが作ってくれたんだよ。超美味しいねえ。ミラは料理好きなのに、村の人はミラの作ったもの食べてくれないんだって。あなたたち勝手に人の家に。ミラ、スープ美味しかったよ、ごちそうさま。こんなので喜ぶなんて、ろくなものを食べてないのね。食べてなくない。エルのパパのご飯はもっと美味しいし、スープとか何時間も煮込むし、パパのご飯はすごいんだから。そんなに美味しいなら教えてほしいかもね。頼んであげてもいいよ、スープもらったお礼に。考えとくわ。おかえりなさい、エリさん。臭い。お前また人間の食べ物を作ったのね。ごめんなさい、この子たちお腹空いてたから。私が動けないって分かってるでしょ。このミューゼ、目が。ごめんなさい、姉さん。何するの。あっ、何これ。どうしたの姉さん。それは、わけのわからないこと。それよりあそこに行く時間よ。もう用はないでしょう。帰るまでに出て行って。今のはタイムファクターの反応でしょうか。つまりミューゼがタイムファクター。ああ、間違いない。ミューゼを倒せばこの世界が消える。二人はどこへ行ったんでしょう。村の奴らなら知ってるだろう。手分けして聞いてみましょう。わかりました、私にお任せを。ジュードさん、エリーゼさん、私とご一緒しましょう。出て行けって言ったでしょ。何のマネだ。それはジンでしょ。ジンとそれにまつわる存在を消去するのが私と姉さんの使命。どうする、まともに相手してくれそうにねえぞ。力づくしかないか。勝てるの。違うミラだけど、ミラだよ。そもそもやれるのかい。仲間なんだろ。お願い、
やめて。ミラと戦うなんてできないよ。悪い、ルドガー。俺からも頼むわ。話を聞いてくれ。お前の姉さんは普通の状態じゃないんだ。何それ、デタラメ言わないで。嘘じゃない、ミュゼは以前と変わっただろう。それは私のせいで目が見えなくなったから。そうじゃない、タイムファクターがミュゼを変えたんだ。タイムファクター？あんたも見ただろ、ミュゼの体に取り付いてるあれを。さっきのあれはタイムファクター。人に取り付いて世界を歪めてるの。壊さなきゃいけない、悪いものなんだって。世界を歪める、ジンと同じ。昔は仲のいい姉妹だったんだろ。あいつは妹にあんな憎しみをぶつけるやつなのか。違う、姉さんは優しかった。目だって私をかばったあなたのよ。昔の姉さんはあんなじゃなかった。ルドガーならタイムファクターをあぶり出して破壊できる。それは精霊の力。タイムファクターを壊せば昔の姉さんに戻るのね。信じる信じないは自由だ。姉さんも私のスープを美味しいって言ってくれるかしら。いいわ、タイムファクターを壊すまでは協力する。今の姉さんは音と匂いで周りを見てる。そこをつけば動きを抑え込める。火をかけるのか。行きましょう、姉さんはニアケリア霊山の山頂よ。これでいいのか。若者をいじめるなよ。仕事にはこういうこともあるだろう。分かってるさ。だからこそ。ミュゼいた。私は見事目的は果たしました。どうか精霊界への帰還をお許しください。姉さんはああして毎晩誰かに語りかけているの。ミラたちのパパかも。わからない、絶対に教えてくれないから。私が隙を作る。長くも持たないわよ。姉さん、社から先には来るなと言ったはずよ。でも気になって。姉さんが何をしてるのか。関係ない。なんで、昔は何でも話してくれたのに。お前なんかに話すことはない。とっとと帰りなさい。どうしてよ、どうして姉さんは。これは今よ、ルドガン。お前、私を裏切ったな。姉さん、本当に化け物。もう一度言ってみろ、人間が。ミラ！エル！まずい！くそ！ああ！うわあ！ミラのお姉さんが変なのに。姉さん、姉さんは。ああ！オハ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 ！
アッパーブライト。ガードは壊すもんだよな。これで分子世界が消えたのか。それがカナンの道しるべ。ああ。なんなの今の。なんであんたまで静止世界に。やはり。姉さんはどうなったの。何が起こったのか説明してよ。お前の世界は俺が壊した。は？じゃここは何？あなたのとは違う世界なんだよ。意味わかんない。姉さんは？元の姉さんに戻るのよね。あんたの知ってるミューゼは消えたんだ。あなたの世界と一緒に。一つだけわかった。私を騙したのね。やめてミラ、ルドガーの仕事なんだよ。ふざけないで。世界を壊す仕事なんてあるわけ。あるんだよ、それが。ルドガー、無事？タイムファクター壊せたんだね。ジュードたちも戻ってたんだ。こっちは平気。エリーゼもローエンも一緒だよ。任務達成だな。合流しようぜ。
行こう。おいおい、勘弁してくれよ。兄弟揃って面倒だな。業務命令に反する部下にはお仕置きが必要だな。ルドガー、お前たちの相手は俺だ。社会のルールを教えてやるよ、ルドガ。ルールって辛か。そのこと言えないだろう。うるせえよ。一人ない。上司ってみんなこんななんですか？そんなわけないよ。一部の人だけ。社会人って大変ですね。やはり兄弟だな。ムカつかせるのがうまい。やめろリド。過保護すぎだろお兄ちゃん。どわい。ルドガ。最終通告だ。カナンの道しるべを持って本社に帰還しろ。OK。それでいい。すまん、ルドガ。ルドガ。ご一緒願います。ビズリー社長がお待ちかねです。ルドガ。あのさ、ユリウスさんから連絡とかあった？ノバ、あなたまた。これはプライベートでルドガーに聞いてるんです。連絡なんかないよ。メガネのおじさんは心配じゃないの？ユリウスさんはルドガーの親代わりでしょ。ルドガー、メガネのおじさん大丈夫かな？よくやったルドガ。期待以上の成果だ。実に優秀な弟だなユリウス。こいつをこんなことで評価するな。こんなこと？人の世界を壊しておいて。それ話は聞いた。君がミラよ、元マクスウェル。冗談ではなく世界を壊す会社こそ冗談でしょ。望んでやっているのではない。全ては静止世界を守るため、そしてカナンの地へたどり着くためだ。カナンの地？クロノスが守る無の大精霊オリジンの玉座ね。元マクスウェル、嘘ではなさそうだな。姉さんから聞いただけだけど。事実だ。そして精霊オリジンは最初にその前にたどり着いた人間の願いをどんなものでも一つ叶えてくれるという。ビズリー、これは太古に人と精霊、原初の三霊が交わした契約なのだ。原初の三霊、マクスウェル、クロノス、そして無の大精霊オリジン。奴らはこれをオリジンの審判と呼んだ。
どんな願いも叶う。オリジンの審判。本当にどんな願いも。そうだ、万物の始まりである無を操る大精霊オリジンは全ての精霊を制する存在。そのオリジンが願いを聞き届けてくれるんだからな。彼らはなぜそんな契約を。力、意志、欲望、人間自身を試すためだという。が、人間があがく様を見て面白がっているのかもしれんな。精霊がそんなことを。人のために尽くす存在でもあるまい。我が使命のための歯車。真実かもな。事実、クルス肉一族はカナンの地の一番乗りをめぐって骨肉の争いを繰り返してきた。時に父と子が、時に兄と弟がな。話長いだな。道しるべは手に入ったし、さっさと行けばいいんじゃね。そう簡単じゃないんだな。これがカナンの地にたどり着くには、カナンの道しるべが5つ必要なのだ。その一つがこのマクスウェルの次元塔。残りはロンダウの巨人、海幕玄魔の目、箱舟守護者の心臓、最後の一つは不明ですが。ところがさ、道しるべは静止世界じゃもう失われちゃってるんだ。だから分子世界で手に入れる。ご名答。分子世界に道しるべがあれば、それは必然的に静止世界と最も異なるものとなる。つまりタイムファクターがカナンの道しるべ、道しるべを静止世界に持ち帰るのがエージェントの本当の目的なんですね。だが誰にでもできるわけじゃない。分子世界の物質を静止世界に持ち帰るには特別な力が必要でな。我々はその力の持ち主をこう呼んでいます。クルスニクの鍵と。ルドガ、お前がそうだ。俺の力。そう、我が一族が分子世界を探し回って求めていた力だ。なぜクランスピア社はカナンの地を目指すんです？大精霊オリジンに全ての分子世界消滅を願うためだ。増え続ける分子世界はすでに個々の破壊では間に合わない数に達している。すごい音。勝手になっちゃうの。お食事をご用意します。エル、ルドガーのご飯がいいな。ほう、ルドガーは料理が得意なのか。ルドガーもミラもまあまあね。次の任務の前にお嬢さんのリクエストに応えてやるといい。ルドガー、お前ならカナンの地へたどり着けるはずだ。やってみます。期待している。エルも。ルドガ、お前はこんな。僕たちまでごちそうになっていいの？お構いなく。意味わかってる？お釜がいないって意味。ご機嫌だね、エル。だってコナンの地へ行く方法分かったし。他人の世界を潰して。それはしょうがないよ。しょうがないって何？ミラさん、あなたもそう思うの？それは
麻婆カレー。辛くない？エル用に甘口にしといた。エル用って意味わかってるのかな。いただきます。これエル用だ。料理にまでジンを使ってるのね。ミラさん、さっきの話だけど、カナンの地は大精霊オリジンのいる場所、そしてオリジンは魂を浄化して循環させてるんですよね。だから姉さんから聞いただけだってば。そろそろ2000年、オリジンが魂を浄化するのも限界だろう。暴走したオリジンボルトは魂の汚染が進行したって言ってた。魂汚染進行。オリジン、ルールも大事な仕事。オリジンが完成すればジンを使わなくて済むようになる。ジンを使わなくて済む世界。オリジン暴走には魂の浄化が関係してるのかもしれない。そうでなくてもカナンの地が世界の未来を左右する場所なら僕は行かなきゃならないんです。ミラさん、カナンの地に行こうよ。ジュードもミラも一緒に。しばらくは付き合うわ。私の世界が本当になくなったのか確かめなきゃならないし。ルドガーのご飯残っちゃったね。ん？ん？ ルドガー、押して。優しくないな、エルが必要なくせに。ねえ、なんとかの鍵、ルドガーの特別な力ってエルと関係あるよね。ルドガーはエルがいないと困るんだよね。困る。ルドガーがいないと困る。だから一緒にカナンの地に行ってくれる？あ、行こう。返してくれるの？エルが持ってても同じだよね。一緒なんだから。本当の本当の約束だよ、ルドガー。パパが言ってた、本当の約束は目を見てするんだって。エルとルドガーは一緒にカナンの地に行きます。